おはモーニー、絶賛筋トレ中の坂村です。重い。虹色のズボン履いたら心がパリピになるのかなと思って買ったけど、全くそんなことはなかった。小無償な道化師、爆誕ドラクエのドルマゲツを思い出す。ともあるローソンで1万円 Uber Eats を使って爆買いしました。というのも1万円分のクーポンをいただいていたんですけど、期限が迫っていたので、ぼっちで諭吉分のピザ、マクドナルド、いやどう考えても食べきれないと判断し、ローソンなら冷凍食品や日用品、酒まで手広く入手できると気づき、ネット空間にあるカゴの中を満たしました。トイレットペーパーを切らしていて、道端で昔受け取ったどこかの塾のポケットティッシュを使う日々が続いていたので、トイレットペーパー頼もうとしたんですけど、運ぶの鬼畜かなと思ってやめました。漏らす寸前のチャーハン、封を開けずにと書いてあったんや。お皿不要でそのまま食べられるチャーハン、もしかして私の時代がやってきた。トロ豚角煮は思った以上に肉の塊、見てほしい。これこそ月を好きで固めたローソンのフルコース。ポテトサラダというお野菜もあります。あとは家系ラーメンの上で救援を求めている溺れかけのナッパも。まずはこれね、ビールでしょう。中村智也と菅田将暉が飲もうぜって笑顔でパッケージ越しに笑いかけてくるから、こんなもう飲むしかないんだよな。今日はパーッとやりましょうや。皆さんお疲れ様です。乾杯。ごくりんごくりん。おいしい。私も中村智也みたいな上司の下で成長したい人生だった。家系ラーメンは吉村屋の選んでみた。最近はお店でラーメン食べたのを最後がいつだったのかを覚えてなくて恋しい。ズルポズルポ。家系の面影を感じるスープと私好みの固めな太麺。夜にたくさんのお酒を浴びて無邪気な笑顔で立ち寄る締めのラーメンを、いつかまたすすれる日は来るんでしょうか。透明なついたてがなくなる日常。このままだと家でラーメン作りすぎて近い将来ラーメン屋さんになっちゃいます。おいしい。たまに引きこもりすぎて夜の空気を無性に吸いたくなる時がある。急に二郎が食べたくなるあの感じと一緒。目的もなしにフラッと気分転換に深呼吸してみると、街の静けさが心地よく燃えてくるんです。そして無意識に明かりが灯る場所に引き寄せられるんです。そう、コンビニエンスストアに。私はいつの間にかガになっていたのかもしれない。明るいところに吸い寄せられる蝶々にはなれなかった一匹のガ。そんなガのことをコンビニは24時間温かく文句も言わずに受け入れてくれる。自炊が苦手な私は長年コンビニには数えきれないほどお世話になってきました。通っている時間が長いからか、コンビニではいろんな強烈な人を見てきた。サブちゃんでも話したケツ出しおばさん、店員さんにガチ恋する若い男性、イートインスペースを居酒屋のようにビールとあと枝豆追加デートを酒盛りするおじさん、多種多様。しかしどんな店員さんも真摯にお客さんと向き合いコミュニケーションを取っていて、コンビニの店員さんってすごいなと事件を目の当たりにするたびに思わされます。そしてコンビニへ行きすぎて絶対顔を覚えられてるだろうなと思うと、未だに恥ずかしく目を合わせることができない。まあ、コミュ障常連として私もコンビニドラマの一員になってるのかもしれないです。お前だけずるいとずっと周りを徘徊しているので、借金にも些細ですがおやつをあげよう。唐揚げくんって最後に食べるのは絶対順番ミスでしたね。もうお腹いっぱい。恋愛風に言うなれば、もっと違うタイミングで出会っていたら私たちもっとうまくいっていたのかもしれないわ。ポテサラは常温でも冷えていてもお弁当と一緒に温められて美味しいので、これこそ無敵な食品だと思ってます。一つの疑問としては、これって本当に野菜を摂取したことになってるのだろうかということ。つーかまえた二次会しましょう。しろしろ。味付け卵、これは私の味付け卵。ゆきさん撮影中なんでどいてください。毛が散る。完全に味付け卵を狙ってる目をしてますね。全国の味付け卵、ゆで卵の殻が剥かれている状態で販売してほしいって思うの切実です。苦手なんですよね、この薄皮が残っちゃう問題。かといって薄皮を剥こうとすると白身がえぐれるんですよ。不器用な人にやらせないでっていう、なんか不器用保険みたいなの欲しいですよね。不器用な人は殻を剥く代わりにいくら安くなるみたいな。そんなことはどうでもよくて、近況報告会でもしようかなと思って、ここ最近で私は一気にエヴァンゲリオンを見て、
やらなくちゃいけないことがあったのにかかわらず、エヴァンゲリオンを最後まで見ました。映画も。毎回アニメのエンディングの曲調が変わる、あれほどおしゃれなエンディング見たことないですよ。っていうアニメトークと、あとはまあね、日暮らしが最高すぎて、毎週日暮らしが更新されるのを楽しみに生きてる私がいるっていう。日暮らしの泣く頃にの今、新しいシリーズ GO がやってるんですけど、そこのね、猫騙し編っていうのがあるんですけど、もうそこのね、リカちゃんとサトコちゃんのあのやりとりがもう、最高なんですっていう、もうオタクになるくらいの最高さです。うんっていう生活をしていたら廃人見たくなっちゃって、ついにはアニメさえ見ず、携帯だけをいじってゴロゴロして無の時間を過ごす、生きてるだけで二酸化炭素を排出して地球に害悪みたいなね、生き物になっちゃったんですけど、漫画でも読むと思います。見て。やばくな、もう最近漫画欲がすごすぎていろいろ買いあさってるんですよ。うん。お気に入りの最近の作者さん、噛んじゃった。キューライスさんの方も噛んじゃったし。はぁ、これから読書生活しまーす。執筆はいつ来い。よくないんです、これは。けどしたの？あー、おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。あの虹色のズボンですね。もう早速、また中心に穴が開きまして、私はただの笑い者のピエロになってしまいました。ほんじゃ、バイバーイ。